皆さんこんんんここにちはこんばんははばゴッティーバドミントンントチャンネルです、はい本日は、ワタガペアが解散したことについて語っていきたいと思います。はい今回はいろんなことについて、ね、語っていきたいと思います。まあ、そのペア解散よりも前にあの、渡辺雄太選手が結婚したっていうことを聞いたんで、はいまずはご結,ご結婚おめでとうございます。はい あのジャンクスポーツの生放送であの言うあたりがあのエンタメ分かってるなって思いました、まあ、でもさすがにあの東野の選手にあの言ってなかったのはさすがに驚きましたね結構驚いた表情をしてたんでちょっとびっくりしたんですけど、まあ、まずはご結婚おめでとうございます、まあ、ゴッティあの世界に1人しかいないあの三遊ソムリエなんであの渡辺選手 あの、昔、g ストライクの、あの、三遊使ってたと思うんですよ。なんで、多分、ゴッティ、あの、結婚した女性が、こう、何個上とか何個下とか分かるんですよね。多分、勘で。あの、三遊使ってた人の、その、なんだろう、こう、結婚する、その女性の、まあ、年齢だったり、まあ、当てられるんですけど、 まあゴッティの予想では多分1個上じゃないですかねいやーあのバドミントンいや一般女性って書いてあ,る書いてあったんですけどこれバドミントンやってたんですかねどうなんですかねいやそこまでは分かんないんですけどいやー年上好きそうっすよねだと予想して1個上だと、ね、ここも予想していきたいと思いますねはい。 なんかパートナーもいろいろありますよね、なんかゴッティのバドミントンやってる友達はえもう絶対バドミントン関係者じゃない人がいいとか言う人もいますしえバドミントンやってる人がパートナーの方がいいみたいな人いるんで渡辺選手はどっちなんですかねバドミントン経験者の方とお付き合いされてたんですかね、まあ、そこは、まあ、想像するだけでまあ楽しいんですけど、まあ、今回の本題はワタアガシペアが解散ですよ、解散。 さすがにショック受けましたねさすがにショック受けたんですけど、まあ、全日本社会人で渡辺選手が東野選手と組まないの見てあれおやおやと思ってこれもしかしたらそのもう東野選手とは組まないで次のこと組んであの次のステージにステージを目指すんじゃないかなっていうのもちょっと。 なんか組み合わせ見てちょっと考察してたんですけどやっぱそういうことだったんですねだけどあの東野選手が引退じゃなくてあの女子ダブルスでその世界の頂点を目指すっていうのも聞いてそれは驚きましたねあの引退だと思ってたんですけどあのまた別のステージお互い別々のステージに行くっていうことで、まあ、それはそれは微笑ましいんですけど、はい、応援するしかないっしょっていう感じなんですけど あのゴッティの周りでも「いや何で渡辺選手ダンダブやんないんだよ」みたいな結構意見くるんすけどいやなんかそれはゴッティなりに、まあ、俺なりに結構考えてることがあってその俺が何であの渡辺選手がそのダブルスやらないかなって思うのは多分渡辺選手とその組める実力の ある選手が、ま、未未だにに日本に現れてないからなななんじゃないかなと俺は思ってますね今の,その日本の男子ダブルスで渡辺選手と同レベルの人って俺見つからないなって思ってるんで多分渡辺選手はそれを重々知ってると思うんでだから今のこう日本のダンダブの現状じゃ多分。 狙えないなと思ってるんであのプラスあのミックスだったら、まあ、東野選手じゃなくても次狙えるんじゃないかなと思ってまたあのミックスを継続するんじゃないかなと思ってます。はい、あのやっぱ渡辺選手その世界のの頂点目指すにはやっぱ覚悟の問題だと思うっていうのもなんかこの前 YouTube かなんかで渡辺選手の,あの見たんで。 やっぱ本気で目指すには、あのダンダブもしやるんだったら、それなりの覚悟が必要で、それなりのパートナーが必要だと思うんですけど、まあ覚悟は、あの決めダンダブこう目指そうと思ったらいけるんですけど、やっぱパートナーの問題なんじゃないかなっていうふうに俺は考察してます、はい多分頑張れば二刀流、まだいけると思うんですよ、まだ。 まだ多分いけると思うんですけどやっぱそうですね周りから絶対ダンダブやった方がいいよとかダンダブ見たいよってなるんですけどいや絶対パ,パートナーがいないからだろうなーっていう風に俺は結論付けてますでミックスのパートナーはあのアクトの田口選手になるんですかね今後社会人で 組むってことはそういうことですねいやーでもどうなんですかね俺は相当田口選手評価してるんでまあ、いけると思うんですけど綿菓子ペアってあの13年13年組んであの完成度をあのあの完成度というあの強さをあの持てたと思うんでなんで。 えー、こっから先こう1,2年とかであそこまでえー、世界のトップまで戦えるのかっていうのはすごい疑問なんですけどまあ渡辺選手はその世界のトップでミックスでやってたことあるんでまあ、その経験もあのー、含めてまあ1,2年で行ってもおかしくはないと思いますね俺は田口選手相当評価してるんであーまあ東野選手の方が評価してるんですけどまああのー レベルまで本当に本当に頑張ったらいけるんじゃないかなと思ってるんでやっぱミックスってやっぱ女子の能力相当必要だと思うんでいやでもその能力値はなんかポ,ポテンシャルみたいなのは見えるんでうんいやまあレシーブ能力とかまあ左左で今後こうどういうローテーションしていくかとかもすごい楽しみなんですけどあの13年 であの完成したあのレベルまで行くのかっていうのはまあちょっとうんまあ今のところ今のところ俺が思うには今のところは厳しいんじゃないかなと思ってますまあでもそこの,その想像を超えてくれるっしょと思ってるんで、まあ、今後が楽しみで仕方ないんですけどあと懸念点はあのー、違うチームじゃないですかビープとアクトって。 でそこでその練習とか合わなかったりこ合わせられなかったりすると思うんでそこの難しさをどう補うのかなと思ってますあの代表でそんな補えるものなのかなと思いますね。こう毎日毎日こうなんだろう練習を重ねてあの強くなっていくもんだと思うんでそこも結構不安が俺としてはありますね。はい な,なんでしょうねあの緑川斎藤とかはあれはあの中学高校一緒だからまあ、違うチームでもこうやっていけたっていうのはあるんですけど、うん、今回はもう中学も高校も違いますし年齢も違うんでこう合わせるの相当難しいんじゃないかなって俺は思ってますね。まままままあ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 、まあでも、まあどん どんなまあどうなんですかねもう社会人でもう本当にダメダメだったらあもうやっぱミックスやめてダブル男子ダブルスやろうみたいな風になるんですかねまあ、そこもあのわかんないんでまあちょっとあの想像でここは語ってるんでまあちょっとこの辺にしときますかまあ東野選手の話しましょうかえーと 社会人では、えー、桜本選手と組むんですかねいやめっちゃ楽しみんですよねめちゃくちゃ強いと思いますねやばいと思うですねあの桜本選手めっちゃパワーあってで東野選手も全もできるし打てもできるしレシーブバカ強いしあとは俺が思うに桜本選手そんなこうスピードタイプじゃないんでこう取れないところとかあると思うんですけどまあ でもミックスやってたんで東野選手そこをスピードでこうカバーできると思うんでめちゃくちゃ相性いいんじゃないかなと思ってますはい東野選手がめっちゃカバーできると思うんでねなんならあとミックスやってサブ回り激強だと思うんであのジョダブいったらマジでサブ回り無双すんじゃないかなと思ってますねはいいやめっあまあチェンチンチェンジャーイファンとかマジワンチャンあんじゃねえとか思ってますけどね はい、俺はめっちゃ楽しみですねまあでもやっぱ懸念点は違うチームなんですよねやっぱ本当に日頃から練習しないとその合わせられないと思うんで、はい、そこを本当不安なんですよねどうなんですかねこうチーム移籍とかしたりするんですかねやっぱその次のロス狙うためにいやどうなんですかね楽しみですねチーム移籍とかしたらめっちゃ強いと思いますけどね はい、もうあのコンディショニングさえ合えばもう全日本社会人、もう無双の無双でしょ、やばいっしょって感じで楽しみですね、東野選手と桜本選手。いやもう、渡タガペア解散したんですけど、まあ、お互いのお互い次のステージに進むってことで、本当に応援していきたいと思います。まあでも、皆さん、あの渡辺選手の男子ダブルス見たいと思うんですけど、俺も見たい。俺も 渡辺選手の男子ダブルスは見たいと思ってるんですけど、まあ、こういう理由でしないんだろうなっていうふうに、まあ、勝手に想像で結論付けてるんで、まあ、渡辺選手のミックスを応援しましょう、まあ、もしかしたら社会人で、えー、なんかちょっとダメかもみたいなってやっぱ男子ダブルスかもみたいな展開もあるかもしれないんでね、はい、ぜひぜひ、えー、と今後の渡タガに期待して応援していき,いきましょうってことで。 あの本当に私タシペア、もう日本史上最強のミックスだと思います。で、日本のミックスを本当盛り上げてくれたと思います。あと、2大会連続あ、オリンピック2大会連続銅メダル、めちゃくちゃすごいと思います、本当に、本当に素晴らしいと思います。はい。えーと、あとは、そうですね、えっ、ー、と、8月20日からヨネックスオープン、んまあジャパンオープン。 があるんでえー、とそれがワタガシペア組むの最後になるらしいんでまあ、ゴッティちょっと見に行こうかなとか思ったりしてるんですけど皆さんどうですかねあのー、最後なんで見に行ってみたくないですかてかちょっとダイハツオープンあのー、宣伝足らなすぎるなーって思いますねちょっとそこを頑張ってほしいなーと思いますねまあでも広告費打てないんじゃねえかなーと思ってるんでまあそこはちょっとあのー 了承ししててるというかあの理解してます多分広告費打てないからちょっとあのー、あんまり知れ渡ってないのかなとも思ったりしてますけどまああのー、最後見に行きたいっすねあまあ見に行かなくてもライブとかで見たいっすねはいあのー、本当に素晴らしいミックスダブルスですし俺めっちゃあのペア好きっすねはいってことで今回は それだけです。今回見に来てくれて本当にありがとうございました。それでは、See you next time!